シロップとかいろいろ使いましたけど、今回はそのままミニポが売ってました。商品名はチリオのブルーサイダーです。700ml のこのミニポを作る、ミニポをどんな味なのか試していきたいと思います。 700ml って 7dl だよね。じゃあまずはこのミニポから入れていきたいと思います。じゃあいきます。あ、しっかりフォートナイトっぽい感じで、プーン。じゃあこれを入れていきたいと思います。まずは音どんな感じなのか、え、なにこれ、買った、ウェブシャー、やばい、来るか、あ、危ない、怖かった。じゃあこれをこのミリポに入れていきたいと思います。いきますよ。ほんまにミリポやん。ミリポの完成。ほら、めっちゃ爽やか。じゃあもう一本入れていきたいと思います。いくよ、せーので、カッカッ。え、なんかこれ硬くない？硬かったから普通に開けました。またもう一個のミニポも入れていきたいと思います。なんか皆さん思うけど、これめっちゃ爽やかなんだよね。ほら、超じゃあ最後、これが本番、デカッデカポ入れていきたいと思います。ちょっとミニポ、私は王様じゃじゃあこの最後のミニポじゃない、シールドポーション入れていきたいと思います。カチャ、オッケー、いくよ、いきます、レディーゴデカポはやっぱりあれ 500ml ぐらいあるね。カッチャリ、オッケー、最後のデカポです。重い、ちょっと入れすぎたかも。めっちゃ空気がありますね。じゃあこのミニポで味見していきたいと思います。いきますよ、カッチャリ。じゃあいきます。うん、その名も通りブルーハワイサイダーですね。普通にミニポっぽくて美味しいです。今回はこのコンビニにそのままミニポが売ってみたので、その味見を確かめてみました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで、次回の時に DV でお会いしましょう。バイバイ、またね。みんな動画見てくれてありがとうございました。こっちの動画も見てね、この動画も見てね、チャンネル登録もここら辺にあります。